まずつかないんだけど、どうして硬くなったっていうのもあると思うんで、多分ある程度ちょっとやっていけば戻ると思う。ちょっと変わるかっていう、うん、ただ今筋肉が硬い。硬いと思う。つま先立てて、はい、ちょっとクッて引くと、この後ろのやばいよ、もうなんか中っていう手がツーンってくると思うんで。あYouTube に今までいない系統だね、この動画は。ジフマンズよりかちょっと上ぐらいを掴んで中にグッと、うわーうわーって出してほしい。うわー伸びる、うわー痛い。下半身すごい掴んで、下半身から温めるウォーミングアップも含めてストレッチしてあげて、で上半身の小指とか、あー、なるほど、よく回したやつ。はい、最初違う動画になってそう。ね、これストレッチ動画で一本いけそうなんですか。体幹のトレーニングからやります。プランク打ちですよ、この状態。もうきつい。1分やります。1分。1分です、まず。マジ普段みんなでレッスンやってる時はフルサイズの曲で、嘘でしょ、これをサビが終わるまでやって、なんか次の形やってみたいな。まあ、エメロなんだけど。30秒経ちました。やばい。5秒。あ、でもサビまでいけるかも。あ、じゃあサビ終わりまで頑張ってみる。あー、しんどい。言わなきゃよかった。はい。しんどかった。肩と肘のラインがこう斜めにならないようにまっすぐ上げる。そうそうそう。でこの時にこういうふうに上がらないように、多分自然と肘から上げればこの手がこう下に落ちることはないのか。そうそう。ちょっと会ってないうちに見違えるくらい下げて、下げてグッと。なるほど。そう、理想はこの状態がベストです。なるほど。で、そのまま戻って、ドラムキロで開く。パーそう、パーそう、なので、これが、キック、キック、パッ、パッ、ね、あー力がない。あはは。膝が、つま先よりも前に行ってると、はい、支えられない。行き過ぎちゃう。そういうことか。そうそうそう。重心を下げればいいのか。重心はそうですね。なるべく下で。そうだ。手を。おジムだ、ジム。頑張りましょう。もう無理だよ。このさ、バキバキに通ってる人とさ、ヨーヨー明けの話がさ、天と地の差なわけよ。前にキックするやつで、
もうルミちゃんこんな感じ。もう一生できないよ。やばい。めっちゃ細かくしてたよね。全然できてないし、やっぱごまかすのはうまいわ。隣にいて勘弁してください。ありがとうございます。お疲れ様でした。まだ2日目だから許して。これでさ、ロック経験者がコメントに悪口書くのなしだよ。絶対にやめてね。もうちょっとまだあと1ヶ月あるから。ドラムっていう動きなんですけど、肘から来て、で、で戻って、で、ドン。いきます。5、6、7、8、ドン。嘘だと言ってよ。このぐらい芽が出てきました。お願い、頑張るからこれを見て下手だなとか書かないでください。今一生懸命頑張ってる最中なんで、来週もよろしくお願いします。頑張ります。